本当に大丈夫？無理してない？昨日気を失って倒れたばかりなんだから。もう大丈夫だよ。リーオおじさんも手当てしてくれたし、やっぱり空腹で出かけるのはダメだね。うん、血糖値が下がると危ないからね。具合が悪くなったらすぐに電話してね。分かったってば。私先に何か食べてから補習に行くから、ユモこそバイト初日頑張ってね。うん、今日からバイトなんだよね。じゃあ電話切るね。それじゃ早速コンビニに向かおう。今日は品出しと前出しから始めようか。え、品出し前出し？心配するんじゃないよ。普通のコンビニと似たようなものだから、先に制服に着替えてきな。制服かも。でも前出しって一体。つべこべ言わずにとっととやる。品出しは俺が手伝おう。段ボールで手を切らないよう注意するんだぞ。お、前にテレビ CM で見たチョコバーだ。美味しそう。減ってるな。へえ、意外に品揃えがいいかも。すみません、お会計お願いします。何ちんたらしてるんだ。レジはリーオおじさん担当じゃないの？よし、交代の子が来たから、ユモは休憩に行きな。さて、コンビニの仕事はここまでだ。目がチカチカする。コンビニ店員、大変だ。若者はもうギブアップかい？これからが本題なんだが。リオ、少し休憩したら優先長まで連れて行って力に慣れさせるんだ。うん、そんなに急ぐことか。何か大問題を引き起こす前に早くあんたたちを元に戻す方法を見つけないとな。こんな特殊な例、私も初めてだからな。実践でデータを集めた方が効率がいい。特殊？ユモの妙な吸収能力のことだよ。元に戻りたかったらさっさと行きな。おお、行ったらこの体が早く治ったりします？そうさ、入り口は後で位置情報を転送するよ。ほらほら。了解、それじゃあ行ってきます。店長、それは得意点の力のことだろう。これが崑崙の上層部に知られたら。心配しなさんな。あんたたちが早く元に戻ればいいだけのこと。ほら、早く行きな。
よし、この次元の亀裂が入り口だ。次元の亀裂？僕とユシャが入った時はこんなのを見かけなかったよ。普通の人間は見えないさ。今のお前さんはもう普通じゃ。おじさん気にしないで。もし助けてくれなかったら僕たちとっくに死んでたんだから。ほら行こう。おい待て、まだ入るな。人間が生身で次元の亀裂に入るのは実は危ないことなんだぞ。先ほど店長から龍脈石のかけらをもらった。これがあれば少しは身を守れる。今回は特別サービスだよ。次からは自分で探しな。幸い優先帳では龍脈石のかけらはそんなに珍しくないからな。なんか面倒だよ。ま、ユモが引き肉になったり異次元漂流のリスクを天秤にかけても探したくないなら無理はしないけどね。できるだけたくさん見つけられるよう僕頑張るよ。それじゃ出発するぞ。本当にここに戻ってきちゃった。やっぱり正門町に似てる。そうだな、正門町と表裏一体みたいなもんだからな。厳密にはただの似ている異次元とも言えるが。異次元か。自分で体験したとはいえやっぱり夢みたい。おじさんはここでガードマンみたいなことをしてるの？僕みたいな侵入者を追い出す。まあ似たようなものさ。あと正門町に入り込もうとする奴らを片付けるのも俺の仕事だな。奴らっておじさんと店長が言ってた災いだっけ？見た目は可愛いのに。あの見た目だからって油断するんじゃないぞ。あいつらはどんな生物でも襲うからな。それに災いの数が増えると次元の亀裂が発生しやすい。放っておくと正門長が大変なことになるから奴らに手加減は無用だ。了解。なんだか責任重大だね。あ、それから店長って陶器？混乱人はみんなあんな姿をしてるの？ああ、言いたいのはつまりそのただの陶器の置物にしか見えなくて。それか。そこは少し訳ありでな。深い事情があってあの姿でいるんだ。まあそこは後から本人に聞いてみるんだ。仕事を始めるぞ。災いが集まっている場所に印をつけておいた。そこに向かうんだ。はい。
いでしょう。どうだ、なんとかいけるか。大丈夫。災いって想像してたほど手ごわくないかも。よし、その調子で先に行こう。おっと、ついつい言い忘れてた。さっきのように災いはよく待ち伏せたりするから気をつけるんだよ。店長、いいから黙ってな。前方の災い壁が見えるか。災い壁？あの尖っている物体は？あれは災いが吐き出した結晶体の集まりだ。道を塞いでるから俺たちは災い壁と呼んでる。あちこち道を塞いでて邪魔だが、俺の攻撃で壊せるから試してみな。食いしばない。こんなもんか。入脈石のかけらの反応あり、周囲を調べるため。食いしばない。こんなもんか。正面に敵がいるぞ。油断するな。次の敵が来るぞ。気をつけるんだ、ヒモ。よっ、チャリア、グリア、お願い。ま
だまだ。やっせやっやろう。食いしばれ。このこのどうだ。やっせやっせやっ。倒れろ。邪魔だ。じゃないからな。わかるわかる。お金がないって大変だよ。火のごと言ってないで、早く家に帰って休みな。明日はあんたがレジ担当だからね。ふっ、けな僕の子だね。最後の一服みたいだ。探してみるかい。いらっしゃいませ。あって、ユモか。ありよおじさん、おはよう。おいおい、なんだか元気がないぞ。お前さんだ。ダメかも。昨日ついつい寝るのが遅くなっちゃって。ダメだぞ。若いからって夜更かしするのは。そこの青春真っ盛りの少女よ。夜更かしはお肌の大敵だ。こちらにいいものがあるぞ。うわっ、店長さん、急に声を出さないでください。お客さんに見られたらどうするんですか。ん、つまりこの元気100倍になる秘伝のアイテムは必要ないってことか。店長、どうやって出ていくんですか。もういい。端的に言うと、今のあんたはね、優先長に出入りしているせいで体に負担がかかっている状態なのさ。そしてそして、その負担を軽くするためにこの店の商品が存在しているのさ。しまった、セールスモードに入ってしまった。おお、なんだかすごそう。さらにさらに、ユモの財布にもとっても優しいお得な値段の商品さ。
従業員からお金取るの？困ったね。店長、品出ししてきました。ご苦労さん。ああ、ついでと言っちゃなんだけど、私の頼み事を聞いてくれないかい？いいですよ。何ですか？実はね、手元にちょっとした仕事があるんだけど、見ての通りこの姿じゃ厳しいだろ。リオもあんな小さいなりになってしまったし、今はユモにしか頼めないんだ。なんだか面倒そうな話だったりします？もちろんただ働きはさせないさ。私の仕事を手伝ってくれるならユモには損はさせないよ。何かもらえるんですか？仕事を片付けたらお店の道具をちょいと安くしてあげるよ。本当ですか？約束ですよ。ああ、もちろんさ。まったく、本来なら無条件で提供するべきじゃないのか。何言ってるんだ。何をやるにしてもモチベーションがあった方がはかどるだろ。この混乱の古田の姫。最後の一服。